感謝の喜びを感謝の喜びを今すぐ前に今すぐ前に賛美を見てみてよ今すぐ前に捧げよう
この喜びを、作られたこの日の喜び、
よろしくお願いしていきたいと思います。広い海を小さく私の姿雨の打ち上がって仕方ないものなのに何の輝きこれを聞いた私の姿大丈夫だされても何も言えない私の姿大丈夫だされても何も言えないものなのに旅は進んでいく旅は進んでいくこの世を愛された人を信じる者が一人いる頃にないで永遠の命を命を
私たちの心がイエス様の言葉を信じられる。
一週間のそのすべてを白髪に清めなさい。雪よりも白く清められたその心の中に精霊が満たされ、永遠とままと思って神を礼拝することができるように、そんな時はいつですか？イエスが来ます。今がその時であり、今がその時だ。勝利していくことができるように、天の父なる神様、あなたが私たちを助けてください。私たちを確かな道に導いてくださいますように心からお願い申し上げます。神様ありがとうございます。
聖霊なる神様が今この場所に臨んで、お一人お一人を満たし、お一人お一人を広め、お一人お一人を神の力で溢れさせてくださいますように、イエス様の皆で感謝してお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。今日も一緒に礼拝できることを心から感謝したいと思います。一昨日は、今晩もそうですけれど、この地元の、大踊り大会が、あります、この場所で、私は、消防団とまた PTA で、パトロールがありましたので、昨日は、消防団をちょっと早めに抜けて、そして PTA の方でも、同じ場所でパトロールをするという、役割を与えられました。そうでもなければなかなか、お祭りになってね、顔を出さないんですね。キリスト教がアメリカの宣教師によって、ピューリタン、正教徒というか厳しい、その、宗派教派であった、例えばですね、子供は叩いて教育しなければいけないなんていうですね、そういう、教えなんですね。またそれから、宣教師がやってきた時にですね、もうディオン・メーターとですね、太鼓を叩いて、そして踊って、そのおみこしを担ぐ、その姿を見た時に、あ、これは異教だ、お祭りに行ってはいけない、そういうふうにですね、宣教師たちは教えた。なぜなら知らないからなんですね。確かに異教であることは確かです。でも私は、自分なりに考える中で、お祭りなどにはですね、できたら出かけていった方がいいな、決してそこでですね、お祈りをするとか、お参りをするというのではなくて、そこでは学校の校長先生、そして昨日初めて副校長先生に会いました。また、地元の、子どもたちに囲まれてですね、甘露のお父さんだということでですね、こっちは知らないのでね、向こうは知ってる。それからですね、地元には親父の会っていうのがあってね、その、人たちと会ったり、地元の、議員さんは必ずこういうところに挨拶行くんですね。楓さんもね、スピードを連れて、来ておりましたけれど、そういうところでたわりのない話をしたり、また挨拶をしたり、心を通わすことができるっていうのが、本当に、大切なことだなっていうふうに思います。教会の街で待っていて人が来るわけではありません。出かけていって型を破って、そして、人を救いに導くというか、そこで関係を作って、そして教会に誘う、3つの理が必要ですね。まず第1番目は、若返りです。教会がもし若い人たちがどん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 来ないとですね、ある教会では教会はもう老人ホームだと、そのままでは消滅してしまう。大胆に、若い人たちを教会に導く、伝道する、そういうことがなければいけません。2番目の理は、型破りです。従来のやり方から型を破っていく。そして教会が待ってるだけじゃなくて、外へ出て行ってそこで伝道する。やがて私は、公園を借りて教会が、お祭りをしたい、どういう祭りか、イエス様は蘇った、というですね、そのお祭りですね。そして資金繰りです。3つ目の日、教会には潤沢に、経済が回っていなければ、伝道を続けていくことができません。世の中で資金が潤沢に回っている、その世の中は血液が循環しているのと同じように、活気があります。教会も、経済的な祝福を得て、そして伝道を豊かにしていくことができる、教会を明日に向けて希望を持っていくのは、この3つの理が必要だ。私はですね、出て行ってそこで関係を作り伝道するということの大切さを思います。今日のメッセージはですね、偶像崇拝からの解放と自由ということです。今日、初めて、もちろん信仰をですね、ニコニコ動画でいつも見ていて、信仰を持ってたわけですけど、改めて、勉強して今日洗礼を受けた方がですね、いました。お母様の方は洗礼を受けなかったんですけど、信仰を持ちました。この方がどうしてなかなか洗礼を受けなかったかというとですね、偶像礼拝の問題だったんですね。仏壇をどうするのか、
そして、それを、どういうふうに、親子の関係の中で、処理していくのか。で、私はですね、そこに、大丈夫ですよ、これはただの箱ですよ、別に、捨てなくてもいいんですよ、という中で、洗礼を受けさせてください、勉強して、そして、洗礼を受けていかれました。で、私たち今日この偶像礼拝について共に、学びたいと、そう思っています。偶像礼拝というのは一体何か、まず第一番目、ただ神社仏閣へ行ってお祈りをする、お参りをする、そういうことだけではなくて、まず第一番目の偶像はですね、プライドという偶像です。皆さん、よく聞いてください。今日皆さんが説教を聞いて、そんなこと分かってますよ、そんなこと何度も聞いたことがありますよ、もしそういう心が皆さんの心にあったら、皆さんの心には偶像があります。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を高めますと書いてあります。皆さんの中に知識がたくさん加わってくると、それは傲慢にさせる。でも愛というものが人を本当の意味で立て上げていくんですね。長年クリスチャンをしているとですね、教会来て、そして今日この説教を聞いてですね、ああそれは知っている話だ、聞いたことがある、という心を持つとですね、どういうことが、なるかというとですね、聞く耳を持たない、耳を閉ざしてしまうんですね。私を聞く必要がない。皆さんが今この説教を聞きながら耳を傾けているでしょうか。本当に神の声を聞きたい、喉が渇いた人が、海で遭難した人が、喉が渇いて海の水を飲んで死んでしまう人もいます。それほどまでに、喉が渇いてしまう。皆さんはそれほどまでに霊的に渇いてるでしょうか。皆さんの中にその渇きがなかったならば、私たちはですね、クリスチャンとして一番大きな問題というプライドという偶像が心の中にあって、そして偶像崇拝していることになります。イエス様はこう言いました。誰でも自分を高くするものは低くされます。自分を低くするものが高くされるんです。じゃあ今日私たちは自分を低くするというのは、まず第一に神の言葉に耳を傾けるということ、そして謙遜になるということ。謙遜とは何でしょうか。事実を認めることです。自分が罪があるということ、それを認めること。もう一つ、自分は愛されているということ、それを認めることです。皆さんどうぞ、私たち今その言葉に耳を傾けるご覧になりますよ。祝福いたします。本当に上からのね、神様は私たちに対して今日プライドという名の偶像を皆さんの心の仏壇から取り去りたいんです。そして皆さんが謙遜になってプライドにひざまずくんじゃなくて、神にひざまずく皆さんとなってほしい、そう願っています。つまりですね、プライドを打破するために今日どうしたらいいか、バカになることです。クリスチャンがですね、もう超一流の知識、聖書を学んでいますので、利口になりすぎちゃうんですね。利口になりすぎるから、バカになれなくて、すぐに、自分を譲ることができなくて喧嘩になってしまう。バカになることです。もう、何も知らないようにニコニコとして、そして相手に譲る、そして、自分が死んで相手を生かす。だからその秘訣は何か、十字架で死ぬということです。だから今日自分の古い、自分の今まで持っていた全てを十字架に貼り付けにして、イエス様が血を流して死んでおられます。そのところにあなたもついて、完全に死んで、死んだら亡くなります。カーネギーという人はですね、死んだ犬を蹴飛ばす人はいないというふうに言いました。まあ、これはですね、どういう意味で言ったかといったらですね、あなたが批判されているのは生きている証拠ですよ、
という意味だったんですけど、もしそれを逆に使おうとするならばですね、私たちが本当に死んだならば、キリストと一緒に復活し、あらゆる問題を解決して、そして生きることができるんです。どうぞプライドという名の偶像を捨ててください。自分の力で生きよう、自分で自分を立て上げていこう、自分で自分を頑張っていこう、そういう、プライドを捨てて、私たちはバカになる。神の言葉に胸を傾ける、そして敵を愛すること、迫害する者のために祈ること、どんなことにも感謝すること。皆さんが今日偶像、プライドという偶像から解放されたら自由になります。皆さん、それこそクリスチャンの生き方です。イエス様の皆で祝福を願います。アメン。2番目、偽りの偶像の神というのものです。パウロはこう言いました。コリント第一8章4節で、私たちは世の偶像の神は実際にはないものであること、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。聖書は偶像の神はないんだ。多くの人がですね、あの偶像の中に神がいる、クリスチャンになってもね、何かこれは力がある、ぶっ壊さなきゃいけないんじゃないか、いえ、聖書はそこには神はいないんだよ、単なる箱なんだよ。もちろんそこにお祈りをするから、そこに、偶像崇拝がある。で、その偶像の背後に何があるかというと、悪魔は悪霊がいるわけです。悪魔は悪霊というのはどういう存在か、もともと神を賛美する聖歌隊の指揮者だったんです。リーダーだったんです。そして天使たちに神を賛美せよ、指揮をしていた。そして主を賛美しなさい、歌をリードしていた。最初は神様は素晴らしいって言ってたんですけどですね、気がついたら自分が素晴らしい、自分がうのぼれて、そして神を賛美させるより私を褒めさせよう、お前ら褒めろ、俺はすごいんだ、そういう気持ちになって、彼は悪魔になり、3分の1の、自分のファンである3分の1の天使を悪霊として連れて行きました。皆さん、悪魔の性質というのは自分に膝をかがめさせたい、自分を褒めさせたいのです。悪魔はイエス様にこう言いました。悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光とあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですから、もしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。あなたが私を拝むならば、イエス様、富をあなたに差し上げるんですよ。イエス様にまで私を拝めって言ったんです、悪魔は。恐ろしいです。何様のつもりでしょうか。でも、ここに一つ隠されていることがあります。もし私を拝むならば、あなたに富を差し上げましょう。皆さんの中で、クリスチャンであるのに、自分は貧しくてあまりうまくいってないのに、一方クリスチャンでないのに神を信じないのにうまくいって成功している、そういう人がいると感じるかもしれません。皆さん、それはその人が悪魔に頭を下げて礼拝をすることで、悪魔からある程度富をもらっている、ある程度の祝福みたいなものをもらっている。なんで悪魔はそんなことをするんでしょうか。まあ、悪魔はこの世の神だからです。最初の人アダムとエヴァは神様によって作られました。アダムはこの世の王だったんです。だから私たちの先祖は王様だったんです、この地上の。で、子供をたくさん産んでこの地上を治めなさい、神様からそう言われました。しかしアダムとエヴァは神に逆らって、また神に、ではなくて悪魔に聞いて、王様の権利を、ただで悪魔に渡してしまったんです。皆さん、アダムが王権を悪魔に渡したので、もう悪魔が王様となってしまったんです。皆さん、この世の神は悪魔です。今そのような状態です。だから力がある、そして使えると何かもらえる人々はそこに騙されています。
でもこれはですね、釣りをする人ならば、疑似餌というか、ルアーっていうのが分かると思います。偽物の餌で釣られている魚のようです。悪魔のちっぽけなつまらない、そういうものに騙されて、もっと偉大な、素晴らしい神様のその恵みを受け損なっている。悪魔に騙されて、そういうつまらないもので満足して、それがこの世の人たちです。皆さんどうぞ、偶像の背後には悪魔あふれられます。直ちに私たちはですね、そういう、偶像を崇拝をしている人はいないと思いますけど、私たちはそこから離れて、そして神だけを拝む。皆さん、人を崇めるのも偶像崇拝です。あるいは神様より大切なものを持つことも偶像崇拝です。まあ、この後に学びますけどね、神だけに仕える皆さんとなりますように、イエス様の皆で祝福いたします。アメン。ステージ特に20章4節からでは、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の溝の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。ここでですね、父の、罪とか父の、背きの罪、これは、その父の責任です。自分の親の責任、先祖の責任です。だから先祖が罪を犯したら、その罪とその気の罪のために滅びます。で、罪っていうのは、まず第一に何かっていうと、知らずに犯している罪です。2番目、その気の罪とは何でしょうか。その気の罪っていうのは、それは、分かっていて犯す罪です。悪いと分かっていながら、もう公然と罪を犯す。でも、もう一つですね、罪には咎っていうのがあるんですね。咎っていうのは何かっていうと、それは3代4代にまで影響を与えてしまう。咎っていうのは神の言葉をちょっと曲げるということなんですね。まあ、例えばですね、嘘の方面、これは神の言葉をちょっと曲げた言葉ですよね。まあ、罪を正当化する、ちょっとだけいいんじゃないか、今日だけ、そういう悪習慣、それは子供、孫、ひ孫人ぐらいまで影響があるんですよ。あとですね、偶像崇拝も咎です。皆さんがですね、分かっていてもやめられない変な癖、何か、先祖から受け継いでいるそういう咎、悪習慣があったらですね、私たちはですね、これを断ち切る必要があるんですね。咎というのは影響を受けます。偶像崇拝も影響を受ける。3代4代にまで影響を及ぼすって書いてあります。皆さん、今日もし先祖から流れている呪いや何か間違ったものがあったら、イエスの名で断ち切ることをお願いいたします。そして皆さん、そしたら3代4代断ち切ったらですね、何が起こるか。今度は仙台の祝福が流れてくるって言うんですね。悪いものを切ったらですね、悪いものだけじゃないですね、皆さんの先祖は。良いものもあるはずです。もしかしたら皆さんの先祖の中に、王様のような、あるいは高官のような、あるいは学者のような、いやもう素晴らしい人がたくさんいたかもしれません。悪いものを切ったら、良いものだけ流れてくるんです、仙台。でも偶像というのは、その仙台をの祝福を止め、悪いものを受け継がせ、怒りっぽいとか、酒にも酔いやすいとか、あるいはですね、不倫、浮気、そういうのも、悪い習慣ですね、そういうのも全部切って、偶像の力から解放されて、そしてイエスの祝福、仙台の祝福を受ける皆さんとなりますように、イエス様の皆で祝福いたします。アメン。皆さん、これがですね、神様の祝福ですよ。悪いものを切る、そして良いものだけ流れてくる、素晴らしいですね。3番目、唯一の神に仕える自由。聖書ははっきり言います。第一コリント8章4節、唯一の神以外に神は存在しない。ユダヤ書には、私は主である、他にはいない、私の他に神はいない
断言します。皆さん、神以外のものに絶対に使えないでください。じゃあ神以外のものに使えない偶像を打破する方法、まず第一番、それは日曜日の礼拝を厳守することです。皆さん、これで偶像が一つ変わります。礼拝と、もっと大事な行事、礼拝と何か、神を礼拝するよりもしたいこと、それが天秤にかかったときに、もしそれを上にして、そして礼拝を休んでしまったとしたら、それはですね、その、ものが偶像となってしまいます。私たちは何があっても神を大事にする。今私たちの教会はですね、朝、8時、そして10時半、夕方4時半と、3回ありますし、もし早めに、どこか出かけたければですね、朝6時でも、礼拝をすることができます。どうぞこの毎週の礼拝を大切にして、そして、礼拝をするときに、神様あなたが一番ですって言ってるようなものなんですね。偶像が変わります。2番目はですね、献金です。十分の一をお返しし、感謝を捧げる。お金は言うまでもなく一番大切で力があります。でもその中から神様あなたにお返ししますという時にですね、神、お金よりも神様あなたは大切です、あなたが一番ですって言ってるようなんですね。でもお金が大切だって思って、捧げるのやめちゃったら、ね、やっぱりお金の方が神様になってしまうんですね。献金をするということで、この偶像が壊れます。それからですね、神様より大切なもの、それが例えば家族であったり恋人であっても、偶像になり得ます。どうぞ神様を一番にする。かつてアブラハムが自分の息子イサク、年寄り子でした。おじいさんになって100歳になってから生まれました。このイサクをあまりにも愛しすぎて、そして、なんと神様よりもイサクを愛したんですね。で、神様はそれに対して妬んだんです。イサクを捧げよう、私を一番にせよ。アブラハムはモリアという山にイサクを連れて行き、そしてイサクを縛りつけ、そして刃物でイサクを殺そうとしました。ここでアブラハムもすごかったけど、イサクもすごかった。イサクもですね、15歳か16歳、一番力のあるような年です。100歳過ぎたおじいさんに逆らわないで縛られたっていうのはすごいですね。神様が言うことなら私は死んでもいい。そして、神より愛しているイサクに対して、刀を振り下ろして殺そうとしました。神様、ちょっと待った。もう分かった。あなたの気持ちは分かった。神様はこの試練でアブラハムが神を大事にするってことが分かった途端に、それをやめさせ、その代わりに羊を与えて、ヤギを与えて、それを殺せ。そして神様はこの試練にパスしたアブラハムを祝福してくださいました。皆さん、私たちは神様を大事にする、それが何であったとしても、それを神に捧げる、その時にアブラハムの祝福が与えられます。また価値観ですね。価値観、先ほども話しましたけど、教会に来て、皆さんまともに説教を聞いてたら、価値観という偶像は全部壊されていきます。毎週教会に来たくない、一つの理由はですね、もしかしたら、自分が変わらなきゃいけない、説教を聞いてると。そしてチャレンジが与えられる、やっぱり時々来る。しかし皆さん、まともにメッセージを聞いてたら、必ず、もう自我はボロボロになって、そして自分に使えるんじゃなくて神に使える、そういう皆さんとなります。皆さん、この偶像から解放されたら自由になります。偶像にしがみついている人は、それはですね、井戸の中の蛙みたいなものです。カエルはその井戸の中で、この大きさは
それが空だ。それが全てだと思っています。これが偶像みたいなものです。これが最高なんだ。自分の考えが最高なんだ。自分がいいと思うものが最高なんだ。しかしそれを向いているのを離して、そして神に仕えるときに、カエルがこの何かの拍子に井戸から飛び出して、空ってこんな広かったんだ、そして地球はおろか宇宙まで見渡したら、いや無限です。だから私たち、どうぞ握っているものを離し、偶像から解放されるときに本当の意味で自由になる。パウロはですね、そんな自由を満喫していました。だからキリスト教の特徴は自由です。今エジプトのためにぜひ祈っていただきたいと思うんですが、前大統領、モルシ派、そして暫定政権、この2つが、争って毎日、何十何百の人が殺されています。死んでいます。前大統領の、支持団体はですね、ムスリム同胞団というんですね、イスラム教の人たちです。ムスリムっていうのはですね、これはイスラム教ですけど、どういう宗教かというと、例えば、万引きをしたとか悪いことをしたらですね、見せしめにするんですね。人々の前で、手を切ったり鼻を切ったり、あるいは、首を切ったり、殺したり、それでどうだ、悪いことをするとこうなるんだぞと言って脅かして言うことを聞かせるんです。だから中東の人たち、みんなイスラム教が好きかというとそうじゃなくてですね、嫌いな人も多いんですね。この前大統領はエジプトを、イスラム法化しようとしたんですね。イスラムの法律で、エジプトを治めよう。その時に国民が立ち上がったんですね。ちょっと待った、とんでもない、そんなイスラムなんかにこの国を取られたらたまんない。そうやって立ち上がったのがですね、暫定政権なんですね。今、どちらが悪いのか正しいのか分からなくなっています。で、今キリスト教が広がってるんですね。キリスト教は自由なんです。イスラム教は悪いことをしたら裁く、こうなるんだ、脅かす。でもキリスト教は愛する、許す。そのことによって、私を愛してくれてありがとうございます、あなたに使いたいです。皆さん、大きな違いだと思いませんか。ぜひエジプトが、平和に解決するのはもちろん難しいと思います。私たちはですね、どうぞそのような、脅かされて、ねばならない、こうでなきゃ殺すぞ、こうでないと、そういう宗教じゃなくて、愛によって許され、愛され、そしてこのお方を喜ばせたい、このお方についていきたい、成長したい、そういう思いで私たちは成長していく。パウロはですね、自由になりました。本当の自由人というのはですね、こういう生き方をするんですね。来週もお話ししますけど、本当の自由人というのは自分の権利を手放すことができるんです。偶像に捧げられた食べ物を、食べるのは自由です。なぜならば偶像には神様がいないから。偶像に捧げられても別に関係ない、ペロッと食べてもいいんです。でもそれを見た人がつまずくっていうんですね。あの人はクリスチャンなのに偶像に捧げられても食べちゃうの、ちょっとおかしいんじゃない。そういうふうにして信仰を離れる人がいてはいけない。私は食べることを食べてもいい、権利がある。でも誰一人つまずかせたくない。もし一人をつまずかせるんであるならば、私はその権利を放棄する。そう言って食べなかった人もですね、自分の自由と自分の権利を放棄して、そして人々が神に仕えてほしい、つまずかないでほしい、そういうことができた人なんですね。だから自由がない人はですね、ちょっとでも自分の権利が奪われようとするとですね、声があります、とんでもない。皆さん、でも本当の自由な人は自分が持っている権利を手放して、相手に与え、相手が生きるために自分が死ぬ、相手が生きるために自分を、
与えることができる。まあそこまでいったら本当に素晴らしいですね。パウロはそこまでいった人です。でもそれはそうしなきゃいけないって言ってるわけじゃないです。パウロは自分で進んで自発的に、パウロは権利を持ってたんです。でもそれを使わないで、それを放棄して相手のために自分を犠牲にした。皆さん、この犠牲にするっていうのはですね、無理やりやらされたらたまんないですよね。キリスト教は自ら自発的に進んでやる。皆さん、そのようにして偶像から捕らえられた人を勝ち取っていく。皆さん、私たち本当の自由が与えられている。神に仕える自由が与えられている。パウロのように自分を犠牲にする、そういう自由も与えられている。皆さん、そのことを感謝する人は、自由を賛美する人は、そしてこのイエス様を伝えていきたい、そう願う人は、アメンと言ってください。アメン。お祈りいたします。天の父様、ありがとうございます。あなたの素晴らしい愛が偶像を滅ぼします、表します。ありがとうございます。イエス様の名で私たちから解放、自由にしてくださいますように心からお願いいたします。主よ、それがイエス様に仕える自由を満たしていきますよ。主イエスキリストの名で感謝してお祈りいたします。アメン。そしてしばらく一緒に祈っていきましょう。そして私たちが主に仕えることができる、その恵みに扱うことができる。天皇お父様、ありがとうございます。淵山の花火大会でお手の爆発事故が起こりました。44歳の女性が、大やけど 95% やけどで水分がなくなってしまいました。そのようなことが起こりませんように、花火が、そしてまた、祭りがこちらこちらで行われていますので、特別に神様、そのような守りが与えられますように心からお願いいたします。神様、皇室に救いが、安倍総理大臣に救いが完了くるように、神様、議員たちに、またリーダーたちに、指導者たちに、神様の素晴らしい力が望むように、導きが望むように、また弱さを持って肉体的に、また精神的に、ハンデを持った方々、経済的に、また引きこもっている人たち、またさまざまな弱さを持っている方々に、神様の力が、神様の慰めが望みますように心からお願い申し上げます。ハレルヤ。天のお父様、固くなった心、石の心、私たち今日溶かされますように、イエス様、柔らかい心となって私たちの心を聖霊の風が自由に吹き荒れるように、聖霊に満たされて神様が出ていくことができるように、昨日まで私たちが本当に力のないクリスチャンであっても、今日この時から力のある聖霊に満たされたクリスチャンになると、今聖霊の力を受けよう、今聖霊の火を受けよう、聖霊の力を受けよう、聖霊の火を受けよう。天のお父様、どうぞ聖霊に満たしてくださる私たちを立ち上がらせてくださいますように心からお願い申し上げます。天のお父様、今週もまだ暑い日が続きます。8月、この週も神様、どうぞ私たちを守って導いてくださいますように心からお願いします。この町の人たちが、昨日、町で盆踊りで出会った人たちが、この町の人たちが、どうぞ学校の先生方が、子供たちが救われるように、イエス様を信じることができるように、私たちが出て行って伝道できるように、神様、また教会に人々が引き寄せられてくるように、この場所に霊的な空気が流れるように、聖なる吸引力がここに流れるように、霊的な力が流れるように、悪魔あふれ、また偶像が打破されて、神様の愛がこの場所から爽やかにこの街に流れていく、神様、引き寄せられていく、そのような教会となりますように、お父様、お願いいたします。聖霊様、ご歓迎いたします。聖霊様、ご歓迎いたします。聖霊様、あなたに仕えます。愛するイエス様、私のこの人生を捧げます。明け渡します。一回の人生すべてあなたに渡します。私の人生はあなたがお仕えください。お願いします。神様が一人の人を、完全に捧げられた一人の人を通してどれだけのことができるか、それは一粒の種からどれぐらいの実ができるかわからないほど、その種が実を、そしてその実がまた種を、無限の実を結んでいくように、私たちこの一粒の麦として、私たちが捧げられた時に、私たちが
神様の手によって教えられ、この世を変えることができるように、天のお父様、働きくださいませ。お一人お一人の中に、神の力が望むように。Welcome, Holy Spirit. イエス様の皆で感謝してお祈りいたします。アーメン。皆さん、神様に感謝の拍手を伝えましょう。アレルヤ。上がって一緒に、賛美をしたいと思います。そして、捧げ物をいたしましょう。神の御国、神の御国を直す、イエスのため
私たちにできることは本当にわずかなことです。ですから精一杯をさせていただきますので、どうぞ主の御名をご自由にお許しください。愛する御子イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。信じようとおらん主イエスキリストの定められた生産式を執り行いたいと思います。イエスキリストは十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事を取るとき、パンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり、贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。祈ります。悩み深い天の父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように。主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主イエスキリストの御名で感謝して祈ります。アメン。イエスキリストは十字架にかかられる前夜パンを取り感謝してこれを裂きこれを入れました。立って食べなさい。これは私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。カールさんお久しぶりですね。立って食べなさい。これはあなたのために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。感謝を持って一緒にいただきましょう。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。一緒に感謝を持って心の内にキリストを味わいましょう。いただきます。もう一度お祈りいたします。恵み深い父なる神よ、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き主の聖餐に預かってくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように。主の再び来られる日まで御前に歩ませてください。主イエスキリストの御名で感謝して祈ります。アメン。
アレルヤ天のお父様、私たちはあなただけが
希望です。あなただけが命です。私たちは土の器です。何もありません。でもこの土の器を清めて、あなたをお迎えし、またあなたに喜んでいただける、そのようなものとして私たちを用いてください。今土の器の私たちの心を開き、聖霊様あなたを求めます。そして神様、この1週間勝利の1週間でありますように、あなたの愛を伝えていくことができるよう、私たちを通して、ああ神様って素晴らしい、そのような思いをこの世の人たちに知らしめ、また味わわせていくことができる神様、そのような器として、私たちを偶像から解放されて自由になったものとしてお持ちくださいますように、イエス様の皆で感謝し賛美してお祈りいたします。アメン。 I love you.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 Thank you.
愛されるため愛子さんは愛されるため清美さんは愛されるため主の愛を伝えるため主を育てられこの地に生まれたもう一つの愛を待ち望むもう一つの愛を待ち望むもう一つの愛を待ち望むお互いにちょっと挨拶の準備をしましょう。久しぶりの高橋さんのプレゼントね、来てくれました。どうも、どうも、元気ですか？あ、まだ、なんと、やってる。仕事は今日は中でも、いや、あの、雪山ですね。これからは土日厳しいと思うんですけど、まあ、向かいで仕事なんですよ。あ、そうか、そうか、そうか、わかりました。またじゃあ、続きは後で聞かせてもらいましょうかね。はい、神様の祝福が一緒にあるように God bless you この賛美を持ってご一緒に賛美していきましょう。 God bless you 神の恵みが豊かにあなたの上に注がれますようにあなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ喜び溢れるように私は
親族一同の上にインターネットその他メディアで一緒に礼拝をされた方々と共に今も死も世の限りなくあらんことをアメン。愛する様に感謝の拍手を持って公開したいと思います。アメリア、アメン。どうぞお座りになってください。これで閉会です。ありがとうございました。